文字です。ピルピルです。ただいまの時刻、朝の10時2分でございます。昨日は遅くまで仕事してて、朝の4時ぐらいに寝たので、今日はゆっくりめのお仕事始まりです。一日密着動画を撮りたい。もうスヌーズがスヌってるわ。お仕事の日の一日密着を撮っていこうと思います。今日は11時から YouTube の撮影があるので50分ぐらいしかないので急いで準備をしていきたいと思います。ということで起きて準備をしていきたいと思います。それで早速動画いくぞ。よいしょ。洗面所に来たのでコンタクトをはめたいと思います。コーディネート動画を撮るんですけど、マネージャーさんが撮影補助として来てくれます。普段の撮影は全部自分なんだけど、コーディ撮影は撮影者がいないと撮れないのとかあるから。よし。朝は大体一人化粧水で他を拭き取ることが多いです。最近カメラを買いました。 YouTuber に優しいカメラっていうのを買ってみてんけど、めっちゃいいって言って、まだ撮ったことないから何とも言われへんけど、コンタクトつけて朝の拭き取りが終わったのでリビングに行って準備したいと思います。ということで急いでメイクしていきたいと思います。最近はメイク前にタイムシークレットのスティック美容液、おおすごい、このカメラピントめっちゃ合う。メイク前に鼻周りとニキビが気になるところ、乾燥気になる T ゾーンに塗ってしっかり保湿してからメイクしてます。冬になってきて乾燥が気になりすぎて、部分的に美容液塗って乾燥を防いでからコンシーラーとか塗らないと、普段のスキンケアだけではコンシーラーが浮いてきてしまったりするから、もう絶対塗ってる。めっちゃちっちゃいの、私がタイムシークレットさんと共同開発したものでございます。めっちゃいいんだよねこれ、本当に超ちっちゃいからね、持ち運びもできるから、いつもお仕事にも持ち歩いてる。顔の油分取って若干ねメイクしていきます。それではメイク後のちょびっとだけ可愛くなったももちちゃんまでバイバイ。メイクと髪の毛が終わったのでコーディネート撮影をしたいと思うので、コーデの服を選んでいきたいと思います。マネージャーさんに来てもらってるのでカメラを持っていただいてよろしいですか。ありがとう。いつもねちゃんとねこう一つ一つ着ながらコーディネート組んでて、ちょっとタンクトップ、すいません失礼します。今この目線の先に全身鏡がございます。白系でまとめたいな、帽子いろいろかぶりたいな。なんかちょっとあれかな、シャレっぽすぎかな。いつもこんな感じでここがねだんだんこう服置き場になっていくんですよ。ここにいつもバーって服並べてこっから選んでるの。だから私のこのソファーは服置き場としても使わせていただいています。ベイボーよくない、アウターがめっちゃ可愛いんだ。いい感じいい感じ、めっちゃ可愛い。それでちょっと一コーデ目撮りたいと思います。はい、それではコーデ撮影していきたいと思います。カメラ録画をしてきます。ということで今一旦7コーデ撮り終わったので、撮ったデータを編集者さんに今から送りたいと思います。ギガファイルで、私は普段あの編集者さんがいて、私が編集したり編集者さんが編集したりっていう感じで2、3曲でやってるので、ちょっと送りたいと思います。こちらに PC があるので送ります。データをね、写すときは、ハブで SD カードから写して、必ずハードディスクにデータを写してからやってます。こんな感じでギガファイルで送っています。いつもね、一気にバーッと送るか、サイズをこう圧縮してから送るかっていう感じにしています。暑い。冬服の撮影今やるとめっちゃ暑いんだよね。しかも冬になるとさ、次は春の撮影してさ、めっちゃ寒いしさ、ファッション系の YouTuber さんめっちゃ大変じゃないですか。誰かいらっしゃったら。2年前ぐらいに YouTube 始めたての時ぐらいに、2月とか1月とか一番極寒な時に春の撮影をして、秒で風邪ひいた記憶がある。めちゃめちゃ寒かった。よし、ギガファイルができたので次の仕事にします。ただいま動画の撮影が終わって暑すぎて T シャツに着替えたんですけど、ただいまの時刻が14時37分でお昼ご飯を食べたいと思っていて、さっきねちょっとコンビニに行ったんだけど、ファミマで買ったつくねのスープみたいなやつを今日はお昼ご飯に食べます。うんふん、このつくねのスープ本当にカロリーも低いし栄養もしっかり入ってる。ダイエットの時めっちゃ食べてる。これ11時とかから YouTube 撮影して、だいたい終わるのが2時半か3時前で、そこからご飯食べてっていう感じです。ねえ待って、そういえばなんですけど、昨日 Uber Eats でねなんか美味しそうなバナナジュースみたいなやつを頼んで、それはまだ飲んでなかったから飲みます。最近ね朝とお昼にバナナジュース飲むこと多いの。お水を飲みます。ご飯を次のお仕事に向けて食べたいと思います。
今ご飯食べ終わってマネージャーさんと打ち合わせして、今4時28分ぐらいなんですけど、4時30分からズームのね打ち合わせが始まるので、ちょっと私今なんか部屋着みたいな感じなので、ズーム打ち合わせのために服を着て準備したいと思います。ズーム打ち合わせ始まったらさ、上の服だけ着替えるっていう、これあるあるですよね。ちょっと待って、見えないよね多分。ここから上だしね。それで打ち合わせをしたいと思います。ちょっと今ね、そばにマネージャーさんもいて別の仕事しているので、そういう時はイヤホンして打ち合わせしてます。あ、よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。失礼いたします。打ち合わせが終わりました。ただいまの時刻が5時16分ぐらいですね。今日は夜生配信のお仕事があるんですけど、8時入りだからお家を7時ぐらいに出るので、約1時間半ぐらい空き時間があるので、ちょっと終わってない仕事を一気に終わらせたりとか、編集もちょっとだけ手つけたいなって思っているので、今からやりたいと思います。いつも作業するときはこの作業台に乗せてここで作業しているので、終わってない仕事やります。パソコン作業って本当に目を使うから疲れますよね。ただいまの時刻が19時2分。次のお仕事が8時入りなので、お家を出て次の仕事現場に向かいたいと思います。大好きな生配信のお仕事。ファッションライバーとして私は生配信のお仕事も毎日しているので、7時に向かいたいと思います。ちょっと洋服も配信用にちょっと可愛く衣装っぽく着替えたいと思います。切ります。ということで、準備ができたので、生配信のお仕事に向かいたいと思います。教えです。お願いします。はい、お願いします。今タクシーに乗って次の生配信の現場に向かっております。ライブ配信のお仕事のストーリーズを今から作って更新します。いつもこういう移動中にストーリーズ作ったりとか投稿しております。今度11時はなんととかよくない？更新できました。ででん、こんな感じでいつも作っております。あと多分10分ぐらいで着くと思うので、終わってないお仕事とかスマホでやりながら向かいたいと思います。すいません、お待たせしました。よろしくお願いいたします。ももちと申します。ちょっとカメラ回してるんですけど、私しか映らないので。楽屋の椅子がめちゃめちゃに可愛いし、なんかすごいですね。今日見た目もすごい綺麗なところ、すごくびっくりしました。本当に綺麗。今日改めまして、今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。みんなでワイワイ楽しくやりたいなと思ってまして周りの方全然巻き込んじゃって大丈夫なので、外と会話しちゃったりとか。あ、はいはい。とにかく楽しく。打ち合わせが終わって楽屋に到着したので、もうあとね多分ね5分10分で配信始まるので、メイク直ししていきたいと思います。朝も使ってたこのタイムシークレットのスティック美容液使って直していくんだけど、潤い成分がね 93% 入ってるやつで、毎日私バッグに持ち歩いててメイク直しに使ってるんだよね。これはね、この部分的に保湿してくれるの。メイク直しするときって鼻周りの乾燥とコンシーラーを塗ったとこが乾燥するのと、ここら辺だけ乾燥するんですよね私。だからいつもこのスティック美容液をこうくるくるくるって手に取って、自分の乾燥が気になるところ鼻周りとかにトン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 ってやってからコンシーラーしたりとかパウダーしたりとかします。これ本当に保湿されるの。しかも部分的に。なのに崩れるとかがないんですよ。普通なんかコンシーラーとかメイクした上からこういうのつけたらそこだけ崩れて逆にどうなのってなるかもしれないんですけど、これは塗っても崩れるとかじゃなくて、その部分だけしっかりと保湿されてくれるから、この美容スティックを使ってからメイク直ししないと浮いてきちゃったりするので、最近はもう欠かせないアイテムになってます。やっぱ冬ってこうね、マスクとか乾燥する季節だからこそ、前にはなかったお肌のお悩みみたいなのがやっぱ最近増えてきてるから、タイムシークレットさん今のタイミングで共同開発させていただけてマジで良かったなって思ってます。スティック美容液的なのって使ったことがなかったし、あるかどうかも知らなかったので本当に重宝しています。で、しっかりとこんな感じでフットできたから、パウダーとコンシーラーでやっていきます。なんかスプレータイプとかで保湿してもいいんだけど、別にここしなくていいかなみたいな部分まで保湿してしまうと逆にこう崩れてしまったりとかするのがすごく嫌だったので、マジでスティック美容液に出会ってから本当にめちゃめちゃ綺麗に直せる感じでメイクが直せたので、生配信に向かいたいと思います。頑張ってくるねー。ありがとうございました。ありがとうございました。配信が終わりました。1時間ちょっと喋りっぱなしだったので結構疲れましたね。ただいまの時刻が21時59分ですね。例えば今日夜ご飯食べてないな。ね。今日夜ご飯ちょっと食べてないな。ということで今からお家に帰りたいと思います。じゃあね。
ってきました。現在の時刻がですね22時50分23時ぐらいかな。今からちょっとだけね動画の編集をして寝ようかなと思います。今日紹介したこのねタイムシークレットのねスティック美容液が12月の7日の月曜日から EC での販売が開始で、店頭での発売は12月7日に順次発売するみたいです。でここからがね重要なお知らせなんですが、今回このスティック美容液ねタイムシークレットさんと一緒に作らせていただいたので、ももちとタイムシークレットさんのコラボを記念して抽選で10名様にデイエッセンスバームをプレゼントさせていただきます。もうありがとうございます。タイムシークレットさん、簡単な応募フォームに沿って入力するだけなので概要欄に URL 貼っておくので応募してみてください。店頭でももちのポップがね置かれるみたいなので、近くのとこに買いに行ったよって方がいたらももちのポップぜひ見てみてください。だからみんなに見てほしい。タイムシークレットさんのポップに触れるっていうのがめちゃめちゃ嬉しいから、ぜひももちのポップも見ていただけたらすごく嬉しいなと思います。ということで今日も見てくれてありがとうございました。私は今から動画編集をしてお風呂に入ってゆっくり寝たいと思います。ほんまにこのスティック美容液マジでいいので、皆様12月7日からぜひ楽しみにしててください。今日も動画見てくださってありがとうございました。インスタグラムやツイッターもやってるので遊びに来てね。それではまた次の動画でお会いします。バイバーイ。